全てスマホ食べるわ。1号と2号だけなんかダイソーって書いてある。Thank you.
Thank you.
知床周辺にご乗車いただきましてありがとうございます。本日運用上の都合により車両の編成が進行となっております。列車1両で運転いたします。進行方向左側ボックス席8番から16番までの座席は指定席、その他自由席です。車内はデッキ、ボタンや含め全て禁煙です。ボタンは後ろ側にございます。電車駅は北浜、浜越しです。終着、知床処理です。終着、知床処理には10時40分に到着いたします。この列車の車掌は後ろ、運用車両所、小豚です。終着、知床処理までご案内いたします。それでは皆様、冬の雄大なオホーツク海道沿線の風景をごゆっくりお楽しみください。なぜなら
態ではないようですが、随分と氷がぷかぷかしているのをご確認いただけるかと思います。またお部屋の方にも白い状態少しあるでしょうかね。実はですね、こちら網走方面の切断初日が発表されました。網走に今年の流通状況をご説明しておきましょう。1月24日流氷初日となりました。流氷初日といいますのは、観測所から肉眼で流氷の筋が初めて見えた日のことを指します。この記録、昨年に比べますと1週間ほど遅く、例年に比べても2日ほど遅い記録でございました。本来であれば、まあね、もう少し切断してもいいんだけどなーなんて思っておりましたら、昨日見事切断初日が発表されました。昨日の夕方あたりはこの辺りびっしりと真っ白に氷が広がっておりまして、まあ、ちょっとね、波でカッカとしている部分はあったんですが、非常に綺麗な風景が広がっておりました。まあ、でも今もね、十分と流氷の様子と、それからオホーツクブルーと呼ばれる海の青の色のコントラストを楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。実はね、すぐ切断しているよりはこのぐらいの方がお写真撮っていただいても、もう海と流氷だとご認識していただきやすいので、案外写真を撮るには今日みたいな日のがむしろコンディションとしては最高のコンディションと言えるんじゃないでしょうかね。ちょっとね、車内も混雑しておりますので恐れ入りますが、窓側などはどうぞ譲り合っていただきながら、皆さんでお写真などたくさん撮っていただければと思います。さて皆様、ご乗車前にこの列車のヘッドマークや横の行き先案内板、ご注目いただけましたでしょうか。この流氷物語号では昨年度に続きまして1980年代アドベンチャー展オホーツクに生きるとのコラボレーションを実施いたしております。オホーツクに生きるというゲームはドラゴンクエストシリーズの作者ボディ・ヒルジ先生の作品で、この千本本線沿線が舞台に登場するものでございます。それがご縁となり、昨年からこの列車のヘッドマークや行き先表などゲームのキャラクターをデザインさせていただいております。またオリジナルコラボのグッズの販売なども行わせていただいております。でこの同時期にですね、実はこの専門本線と先ほどの網走駅で接続をいたします赤北本線でも、特急オホーツクのヘッドマークがゲームが登場しました1980年代のデザインに復刻されて運行されております。特急オホーツクの復刻版ヘッドマークは、景色を背に流氷を描いた、かつてを知る人には懐かしく、私自身見る方には美しいデザインとなっております。
Thank you.
ね、社長さんちょっとお尋ねいただいても。痛くはないけど、上がんないやつで、向こう
1号知床市駅もう間もなく発車いたします。ドアフリーの皆様は閉まるドアにご注意ください。北浜を降りますと次は浜越清水に停まります。少しの間肉声でのご案内となります。ご協力をよろしくお願いいたします。北浜駅展望台も登ってらっしゃった方もいると思うんですが、展望台からもねなかなか綺麗にご覧いただけたんじゃないでしょうか。実はね昨日はここびっしり接岸してたんですが、ちょっと離れちゃったみたいですね、まあ、それでもね沖合には結構な量の流氷帯がいるようでして、で手前にはね昨日接岸した時に置いてけぼり食らっちゃったはぐれ氷がねいっぱい浮いてますね。でこれどこからが浜かちょっと分かりづらくなっちゃってると思うんですが、ほとんどがもうねこれ流氷の上です。浜ねここあんまり幅広くないので、このモコ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 ってなってるところはもう全部浜なので、これ流氷帯なんですね。これね沿岸定着氷って言います。ぎっしりと岸にくっついた時に基地がここ浅いので下の砂浜にくっついてしまったまま離れなくなった流氷なんですね。これこのまま沿岸定着氷のままで春先まで残りまして、そのまま溶けてなくなっちゃいます。まあ、まずはこの海の様子しっかりと覚えておいてください。もう一度斜里方面に近づくところで海が見えてくるところがあるんですが、また違った風景が見えてくるかと思われます。見る場所によってまた時間によって全然見え方が変わるのが流氷の面白いところでもあります。さあここから少し、海とは少しずつお別れしまして、雪原や林の中へと進めてまいります。列車が入ってまいりますのは網走国定公園内北海道遺産に選定されてます越水原生花園というお花畑の中へと入っていきます。花のシーズン6月の初め頃となりまして、多い時で年間通して約80種ほどのお花が咲くそうです。まあ、代表的なお花はやはりダントツでこちらハマナスと言います。バラ科の植物で非常にいい香りのするお花として知られます。雅子様のおしるしのお花でもあります。花が見えなくなるぐらいびっしりと花が咲くのでハマナスと、ハマナシって普通にもともと呼ばれてたようなんですが、なまって伝わってハマナスになったなんて言われてますね。でもう一つ有名なお花がこちらです。エゾスカシウリと申します。ここ越水町の町のお花になっております。上から見ると花びらの間が空いていて下が透けて見えることからスカシウリと呼ばれております。結構ね目立つ大きいお花なんですね。さっきのハマナスもそうです。で、まあ、花も流氷と同じで生ものなのでその年によって全然違うんですが、状態がいいと夏こんな感じで沿線には絨毯が広がります。これエゾキスゲというお花です。綺麗ですよね。まあ、こういうね時期を見たいなと思った方、目立つお花が多いのは7月の初め頃といった感じでしょうかね。その頃ぐらいになるとこんな感じでご覧いただけるかと思います。よかったらぜひ夏もいらしてみてください。列車進行右手道路の向こう側、結氷した湖が見えております。こちらの湖は周囲が約 27km ほどあります。名前を東仏湖と申します。年間通して様々な水鳥が飛来することで知られまして、
ラムサール条約の登録湿地となっております。また牡蠣の養殖も行われてまして、まあ、ちょっとね量はまだ少ないようですが、四方牡蠣という名前がついて市場で回るようになっております。まあ、今でこそ結氷が薄いのでそんなこと一切行われてませんが、その昔この湖の結氷、氷が厚かった頃は星水町の町営スケートリンクとして開放されていた時期もあったそうです。また、昭和36年でしたかね、第1回南極観測隊が体感訓練を行った場所としても知られております。まあ、見ていただければお分かりの通り、周り何も遮るものがありません。ここ冬ちょっと天候が荒れると真っ白で方向感覚がつかめない、いわゆるホワイトアウトという現象がよく起こる地域です。まあ、それを逆手にとって体感訓練が行われたんですね。まあ、今でこそもうねマイナス30度なんていう世界はあまりなくなりましたが、私が小さい頃くらい、今からうん十年前ですが、うん十年前であればもう毎朝マイナス30度超えっていうのはごくごく当たり前の地域でございましたのでね、まあ、その寒さとそれからそういった天候、悪天候などの時のね対応を練習するために体感訓練が行われたそうです。でこの沿線、さまざまな野生動物や野鳥がたくさん出てくる沿線としても知られてます。今日ちょっと雪をかぶっちゃってるので見つけづらいかもしれませんが、もしかすると外に足跡があるの見つけるかもしれません。ちっちゃい足跡がずっと続いてるのはほとんどキタキツネの足跡が中心です。キタキツネ、エゾシカ、オジロワシ、オオワシなどなど、たくさんの野生動物や野鳥が沿線に出てきます。特にキツネはね結構見られる率高いんじゃないかなと思います。この時期キタキツネさんは恋のシーズンでございましてね、お相手探しに翻弄しておりますのでね、結構活発に動いているので、もし見つけたらね、あいたいたいたなんてねこう探していただくのもいいんじゃないかと思います。オジロワシ、オオワシ、皆さん見たことある方いらっしゃるでしょうかね。まあどちらもですね絶滅危惧種に指定されている野鳥でございまして、猛禽類と言われてね、あのフクロウさんなんかと同じような類のものになります。で非常に大きい野鳥でして、羽を広げると大体平均1メーター5、60ぐらい、大きいものは2メートルを軽く超える個体もいると聞きます。非常に数が少なくなった絶滅危惧種で、オジロワシで世界で5万羽ほど、オオワシは世界で5000羽ほどしか残ってないんだそうです。まあ、それの実は約9割がこの時期、このオホーツクへと渡ってまいります。ほとんどが渡ってくるんですね。で、まあ、この辺りで餌を取り、日を過ごしまして、3月暖かい風が吹き始めるとシベリアへと戻りまして、今度は子育てのシーズンを迎えるようになります。まあ、一時はね、この辺り花の時勢がだいぶ悪くなっちゃいまして、全然花が咲かなくなった時期がありました。なんとかねその時勢保ちたいなって方で様々な工夫がされてます。まず道路の向こう側、夏になると馬が放牧されてます。これたまに野良馬ですかって聞かれるんですが、そんなわけはなくてですね、星水町の農家の方が馬を放牧しに来るんですが、でこっちはね全部春になると野焼きって言って真っ黒に焼いちゃうんですね。でそれでこう時勢を保つ工夫がされてるんですが、まあ、時勢が悪くなっちゃったのにはいろんな理由があると言われてますが、まあ、この鉄道も一つ絡んでたりします。ここはもともと国鉄時代、蒸気機関車が運行されていた時代がありました。で、ちょっとね朝から汚い話で申し訳ないですが、蒸気機関車のお手洗いって皆さんどうなってたかご存知でしょうか。もちろん途中からちょっと直されたんですが、できた当初は実は垂れ流しだったんですね。まあそう聞くとって思うかもしれませんが、まあ、この状態実は花にとってはむしろ好都合でして、このね人間さんたちのお手洗いのものが要は肥料になったわけですね。まあ、もちろんそれだけではありません。他にもあの蒸気機関車が吹き出している煙の中に混ざった灰なんかも肥料になるようですが、その他様々な理由がありまして花の自生が自然と保たれてたんですけれども、
機関車が廃止になり、そのこういったディーゼル車が走るようになりました。さらにはいろんなね、さまざまな要因が関係しまして、だんだん花の時勢が悪くなっちゃったんですね。それを工夫するために、春になるとこっちは野焼きをします。でそっちは馬を放牧します。道路の向こう側、馬放牧するのは野焼きしづらいからなんです。ラムサール条約の登録湿地なので、あまり勝手なことができないんだそうです。まあ、とにかくね、なんとかそうやってなるべく科学的なものや人の手を加えずに自然な形でお花の自生が保てる努力がされております。まもなく次の停車駅、浜越清水到着でございます。出発いたしまして、終着知床処理へと出てまいります。もうしばらくの
間海とは少しお別れしまして畑作地帯や林の中進めてまいります。ただいま走っておりますところは人口約5000人ほどの農業の町小清水町でございます。お隣の清里町や網走市とともにジャガイモの生産が盛んで、でんぷんやポテトチップスなどに加工されておりますほか、清里町ではジャガイモ焼酎が特産品となっております。7月頃ともなりますと、一面の白いジャガイモの花の中を列車は走ってまいります。Gracias.
真っ白ですね。
気も上がってきましたので非常に綺麗にご覧いただけるかと思います。皆さんどこからが海か分かっていただいているでしょうかね。あの手前に小さな木や草が生えている丘がありますが、この丘の向こうに海は陸地は一切ありません。この丘の向こうに見えている白い鉄線の部分は全て通称帯でございます。非常に綺麗ですね。正式な観測所がないため、私どもがこの列車から確認をさせていただいている限りでご案内申し上げますと、おとついこの流氷、こちらへ出てまいりまして、この接岸状態になりました。それからは昨日、今日もこのままずっと伺っておるようにございます。しばらくはですね、おそらく風向き的にも気温的にも悪くない条件のようですので、ね、あまり離れることなくこのままとどまってくれるのではないかなというふうに思います。このように見ていただいて渡っていただけたように網走方面と斜里方面で比べるだけでも流氷の入り方というのは違ってくるんですね。なのでよく流氷ってどこで見るのがいいんだいなんていうふうに聞かれることがあるんですが、もしお時間とお金に余裕のある方はぜひ大本宿沿岸をぐるっと旅してみてほしいです。そうすると網別、網走、斜里と比べるだけでも全然流氷の感じがまた違って見えてまいります。これだけね広がってると、わー行けそうだな、沖まで行けそうなんて思いながら見てる方もいるかもしれません。見ていただければお分かりの通り真っ平らですよね。実はでもこれ本来の流氷の姿ではありません。本来流氷はゴロゴロゴツゴツとした岩のような氷が転がっているのが本来の姿でして、だんだんとね、重ねるごとにですね、だんだん氷が薄くなりまして、量が非常に減っています。ですからね、ここ数年はこうやって切断するのがやっとというような薄い氷が来るのが、いっぱいになっているんですね。なかなか信じていただけないんですが、どうしても氷が少なく、また量が少なくて、氷が小さいために、密着度が低いんです。そうすると簡単に出入りします。これだけもし今ね見えてるこの量、南風が吹いたとしましょう。一体どのぐらいの時間で欠片も見えなくなってしまうか、お想像がつくでしょうか。実は一晩という時間があれば十分でして、早い時は3時間ほどでこれだけの流氷体が欠片もなくなります。そのぐらい簡単に流氷体は動いたり溶けたりを繰り返して常に流氷的に動いておりますので、なかなか見せないものなんだとご認識をいただきたいんです。そういう意味ではその中でこれだけの流氷体しっかりご確認いただきましたので、皆さんラッキーなんじゃないかなとご認識いただければと思います。流氷もね、いろんなテレビで特集をされまして、ちょっと量が減ってますよ、状況が悪くなってますよなんてお話を聞く方は多いかと思います。2050年までに流氷この世からなくなってしまうんじゃないかと唱えている学者さんもいると伺います。なんとかね、環境問題を通して流氷を守っていけないだろうかということでね、地球温暖化に対して流氷トラスト運動という環境運動も行われるようになっております。さて皆様とお供させていただきました、流氷物語号の時も残りわずかとなってまいりました。まもなく終着知床処理到着でございます。知床処理より先、天文発展は阿寒摩周国立公園、串野湿原国立公園を抜け、根室本線の串田へと至っております。その車窓はまさに世界三級でございます。本日お感じいただきました天文線の魅力、どうぞご家族やお友達にお伝えいただきまして、今度は夏の天文本線にもご乗車くださいませ。
ご利用いただきましてありがとうございました。